京都大学大学院教育研究科、グローバル教育展開オフィス2021年度の、ウェビナーシリーズ、今日が第1回目なんですけれども、今年はですね、日本型教育を再興する、東アジアとの対話を通じてということで、5回のシリーズを組んでいます。昨年度はですね、越境する日本型教育の歴史的多角的理解に向けてということで、全9回の講演を行ったんですけれども、それをさらにその日本型云々っていうですね、議論をさらに進める意味で、今度は東アジアとの対話ということで、このシリーズを組みました。昨年の講演をですね、見逃しされた方はですね、当オフィス、グローバル教育展開オフィスのホームページの方で昨年度すべての講演を公開してますので、日本語英語両方ともで公開してますので、ご覧いただければと思います。今回のこのウェビナーシリーズの趣旨についてですね、日本型教育を再興する東アジアとの対話を通じてということですけども、ちょっとその趣旨について私の方から簡単にご説明差し上げて、本日講演をいただく滝さんにのご紹介をしたいと思います。今日東アジアが世界の教育研究においてとても注目されています。そのことの始まりというのは、 OECD が3年に一度実施する国際学力テスト、ピザってやつですけども、それにおいて2009年以降、シンガポール、上海、韓国、マカオ、台湾、日本といった国や地域がですね、その学力ランキングにおいて上位を独占したということに始まるわけです。OECD を中心に東アジアの教育のいわゆる卓越性が喧伝され、その後米国や英国をはじめとする主要国が東アジアの教育実践や政策を自国の教育改革のモデルとして意識するようになっていった。結果として東アジアはパフォーマンスの高い教育制度、ハイパフォーミングシステムですかと、言われるようになって、今日的に流布しています。このことは長年東アジアの教育像に付着してきた負のイメージからの脱却を意味するのだろうか、多くの研究者が指摘するように、これまで国際的に流通する東アジアの教育像は負の教育像の集合体として存在してきたところがあると。学校歴をめぐる子どもたちの熾烈な競争、暗記詰め込み型の教育ママや軸通いに象徴される過剰な教育期待といったイメージにより塗り固められてきた負の象徴である。中国や日本を専門にする教育研究者はこうした紋切り型のステレオタイプを崩すべく努力したわけですが、国際的な脚光を浴びるようになった今日においても、過去の遺産が完全に消え去ったとは言い難い。事実、昨今の東アジアの教育に関する国際的な議論では、国の経済成長に資する人的資本の形成という側面がとりわけ強調されて、制度としての効率性が注目される傾向が強い。よって東アジアの教育に共通した文化的基盤、制度的特徴、教育実践の思想的背景、並びにこれらの今日的な広がりや多様性を丁寧に掘り起こすような作業が求められている状況には変わりがないと。東アジアの教育に国際的な注目が集まる今、同地域の教育研究者または東アジア諸国の研究対象にするものの間において新たな動きが生まれています。それは各国ごとに行われていた教育研究を東アジアという地域共通の枠組みの中で捉え直そうという試みです。例えば2002年の方や2020年の方や単は儒教的文化圏という概念を提示することで共通の文化圏という視点からこの地域の教育の特徴や優位性を検討しています。同様に相沢香川ラプリ、ここにその本があるわけですけども、 High School for All in East Asia という本ですね。この本ではキャッチアップ型近代、圧縮型近代という東アジア諸国に共有された歴史的経験に注目することで同地域の中等教育の制度的特徴を検討しています。これらの研究に共通するのは、東アジアの研究者がお互いの国の状況、見解を持ち寄り、比較検討を加える中で
地域共通の文化的基盤や歴史的経験を分析のフレームワークとして確立することを目指している点にあります。こうした東アジアにおける教育研究の共同の動きに最も大きな知的影響を与えたと思われるのはですね、台湾のカルチュラルスタディーズの研究者クアン・シン・チェンの脱帝国方法としてのアジアだと思います。2010年に出版されていますが、チームは西洋の経験や理論を参用点とすることで歪んだ自己理解を生み出してきた東アジアの知的実践を方法としての西洋 West as Method として批判しています。その代案として東アジアの知識人研究者がお互いのノートを交換し合いながら東アジアを西洋に代わる参用点として位置づける戦略として方法としてのアジアを提唱しています。竹内芳美や水口雄三の議論を復元した陳の方法としてのアジアはすでに東アジアの国の東アジアの多くの教育研究者に影響を与えており、教育研究における東アジアの知的共同空間を構築するさまざまな試みを生み出してきました。こうした東アジアをめぐる教育研究の現状を踏まえて、このウェビナーシリーズ日本型教育を再考する東アジアとの対話を通じてでは、東アジアを分析の枠組みとして位置づけて教育研究を積極的に行ってきた国内外5人の研究者の連続講演を企画しています。分野的にはですね、教育哲学、教育社会学、比較教育学、あとはカリキュラム研究、そういった分野の方々にお話をいただきます。これまではどちらかといえば西洋の経験や理論が自己を定める参与点としてデフォルト的に位置づけられてきた日本の教育研究ではあるが、東アジアの共通性に日本型を位置づけたとき、日本の教育の自己理解はどのように変容するんでしょうか。当ウェビナーシリーズを契機として西洋との対話を通じて構築されてきた日本型を一度解きほぐし、東アジアとの対話を媒介として新たな自己理解への道が開かれることを期待したいと思います。それが今まで、これが一応今回のウェビナーシリーズの趣旨になるわけですが、これもですね、当オフィスのホームページの方に載っかっております。さて、本日お話をいただく滝博文さんですが、法政大学社会学部の准教授でいらっしゃいます。滝さんと私はですね、最近いくつか接点があったんですけれども、まず私自身がですね、この High School for All in East Asia というこの本をチャプターを読ませていただいて、まあ、教育社会学の分野で積極的にその日本から理論を発信しようと頑張っている若手の方がいらっしゃるということで、すごく注目させていただきました。そしてその後ですね、滝さんの方からこの本、非常に野心的なご本を送っていただきまして、ここにも書いてありますけども、日本初の理論はいかに可能かということで、日本からの理論の発信をどうやったら、数量的な、社会学をやられる方ですけども可能なのかということを真剣に考えていらっしゃると。で、この日本から理論を発信するっていうのは、日本の教育社会学の、まあ、ある意味こう最近のホットなトピックであると思うんですね。この本私、書評書かせていただきましたけども、 Japanese Education in a Global Age、 米沢明義さん、北村優斗さん、ビバディ山本さんと徳永智子さん、教育社会学の70周年記念の、記念した英語の出版物ということで、やっぱりこの中にもですね、日本からいかに理論を発信していくかということが結構書かれているんですね。まあ、実際にこの本がどれだけその日本初の理論っていうのを提示したかできたことかどうかっていうのは、まあ、私の書評を読んでいただくと若干辛口なことが書いてあるわけですけれども、まあ、そういったことが実際に今起きているということで、まあ、滝さんのやられていることっていうのは、日本全体のね、教育社会学の流れとしても非常に注目されることではないでしょうか。本日はですね、この5本をベースにしたお話をしていただきます。トピックはですね、タイトルは比較社会学における日本的特徴の理論と実証、教育の不平等に関する事例を通じてということになっております。私実はですね、先ほど何回か見直していたんですけども、非常にやっぱりその私がさっき申し上げたことと
関連することがこの本書に書かれているんですね。一箇所ちょっと読ませていただきますけれども、この中でですね、初めにっていうところで、最後のところにこのように書いてあるんですね。本書では、教育機会の不平等がなぜ生じるのかについて、比較社会学的な観点から論じていくことになる。教育機会の不平等についてのこれまでの説明は、その多くが欧米社会の現実をもとに生み出されたものであり、そこには特定の社会のコンテキストが色濃く反映されている。これに対して日本社会の現実から生み出された説明をぶつけるだけでは対話は成立しない。ここであの対話って言葉を使っているのは非常にポイントだと思います。両者が前提とする文脈を相互に関連づけることで、前提とする文脈を相互に関連づけることで、初めて既存の説明を反省する契機が生まれ、教育の不平等という現象に対する理解が深まるのであるというふうに書いてですね。日本社会において教育の不平等はどのようなメカニズムで生じているのか、そこに日本社会という文脈はどのように関わっているのか、文脈を考慮に入れない普遍的モデルでも、日本の独自性を過度に強調する特殊的モデルでもない形で、この両者を否定しているわけですね。学校教育における、機会の不平等を比較社会学的な観点から分厚く説明することが本書の最終的な目標であるということでですね、まさに、私たちがこのウェビナーシリーズで目指していることをやられている方ということで、非常に楽しみにしております。それでは、滝先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは画面共有させていただきます。それではご紹介に預かりました、高山さんありがとうございました。法政大学の滝と申します。で、報告はちょっと大風呂敷を広げてしまっているんですが、比較社会学における日本的特徴 の理論と実証、教育の不平等に関する事例を通じてということで、先ほどご紹介いただきました通り、僕はどちらかというと定量的な研究を通じて社会階層論の分野から比較を、日本的な特徴というのを考えていきたいというようなタイプの研究者でして、こうしてもしかすると計量にあんまり馴染みがない方からのコメントいただける機会かもしれないというのは非常にありがたいことだと思っております。本日お招きいただきありがとうございます。それでは報告に入らせていただきます。まず簡単に自己紹介をさせていただきますと、もうすでにご紹介いただいたんですが、私の専門は社会階層論、教育社会学、比較社会学あたりになりまして、で計量的な手法を使って、二次分析などを中心としてデータを使って研究していくというようなタイプの研究者になります。で私の関心にありますのは、教育の不平等、この後説明しますが、教育機会がどういうふうに、不平等が形成されていくのかということと、それが他国と比べたときに日本ではどういう特徴があるんだろうかということを明らかにしていきたいというようなことを研究目標としています。で今日の報告のうち大部分はこの昨年出版された本に基づいた内容になります。ですので計量的な部分というのはかなり端折らせていただいて、内容に関しての報告になりますので、もしご関心を持っていただいたら、図書館などで見ていただいたら幸いです。で、それでは本報告の問題意識を簡単に説明させてください。もう先ほど高山先生の方からもありました通り、日本っていうのは受験競争が過熱する独特な学歴社会なんだというような形で、国内および国外からも注目されてきたという経緯があります。で、この特徴っていうのはなんかちょっと欧米の研究をそのまま適用してもうまく説明できないんじゃないかというような感覚というのは、多くの日本の研究者というのが持ってきたんじゃないかと思います。で、そうではあるんですが、しかし、これは教育社会学者の園田秀弘先生の有名な研究なんですが、
日本の特徴はこうなんだという形で主張するだけでは、ローカルでオリジナルな研究、外側の人に通じないようなタイプの研究になってしまうんじゃないかというような問題提起が、他方で日本の研究に反省的な形で、提起されてきたということがあります。で、そうだとすると、この園田さんが言ってることですが、日本を十分に分析して、しかも日本だけに自閉しない理論っていうものをどういうふうに考えていけばいいんだろうかっていうことが、我々の課題として残っているわけです。で、それに加えてですね、ここまではまあ本書で扱った内容を紹介していくということになるんですが、まあ、せっかく読んでいただいたということで、東アジアというものをどういうふうに考えるかというとこを、少し最後に議論に問題提起させていただくというような形で報告の構成を考えてきました。ですので、ちょっと繰り返しになりますが、以下の5つの形で報告を進めていくことになります。まず、馴染みのない方もおられるかと思いますので、私の対象とする教育の不平等っていうのを対象に事例に説明していくことになるんですが、社会学における説明、それから教育の不平等っていうことがどんなふうな、まあ、先行研究に基づいてやられてきたのかっていうことをまずご説明いたします。で、その上で、今度それを比較するっていうことがどういう意味を持つのか、それから、理論と実証っていう観点からその比較するって具体的にどうやっていくんだっていうようなことについて、ちょっと2番のところで議論いたします。で、3番なんですが、教育の不平等の研究っていうのはもうその階級研究として欧米ですごくたくさん蓄積されてきたわけなんですが、その研究をうまく、その研究をそのまま使ったって、日本がなかなかうまく説明できない感じがするとすると、それはどうやって直していけるのかとか、まあそういったその、欧米の研究がそのまま当てはまりにくいんだというような状況について、少し、紹介させていただきます。で、まあ本の内容の、知見のメインの部分として、まあその、自分の研究でやったピサの OECD のピザデータを分析した結果を通じて、まあ比較社会学的に日本の特徴を理論的および実証的に議論するってどういうことなのかっていうことについて、最後のところで、お話しします。で、最後に、欧米との比較が僕の研究の、まあ著書の内容の大部分なんですが、それを今度東アジアというものをそれに対してどういうふうに位置づけるのかっていうことを追加的に本日5番目のところとしてお話したいと思います。本日の報告の構成はこのように進めさせていただきます。それではちょっと大きな話になりますが、社会学における説明および教育の不平等ってどんな話なのかということを簡単に概要をご説明させてください。これ教育社会学の授業なんか取られている方からすると耳にタコみたいな話かもしれませんし、馴染みのない方もおられるかもしれませんが、ちょっと説明させてください。教育の不平等っていうのは本報告では教育機会の不平等のことを指して、まあ、教育の不平等と呼びます。で、不平等っていろいろあると思うんですが、この研究で私の報告でお話しする教育機会の不平等っていうのは本人にとってはどうしようもないような属性によって将来のどんな学校に行けるかとかどんな職業に就けるかっていうような教育達成や職業達成が属性によって左右されてしまうことを指して教育機会の不平等と呼びます。で、まあ、近代とは何かっていうような話とも関わりますが、まあ身分社会みたいな前近代的な社会から近代に移行したことによって、業績によって本人が、選択できないような親の身分みたいなものじゃなくて本人が何を達成したかによって将来が決まっていくっていう業績主義の社会に近代化によって移行したと言われています。で、そうではあるんですが現実に社会の仕組みが業績主義メリトクラシーと言われるような地位の配分の社会になったからといって、やっぱり私たちも身近に知っています通り、実際には親の学歴であるとか親の職業であるとか世帯収入であるあるいは育て方であるといった本人に選択できないような属性によって
教育達成が左右されてしまうというような現実があります。これを業績主義の中の属性主義と言ったりします。で、私の言うその教育の不平等っていうのは、その親の社会階層みたいなもの、他にもジェンダーとか生まれた地域っていうのも本人には選択できないものとしてあるわけですが、本報告では代表的な属性要因として親の学歴とか職業を中心とする出身家庭の社会経済的な要因を指して出身階層と呼ばせていただきます。で、その出身階層がその後の教育達成機会に影響を及ぼすことを指して教育の不平等というふうに呼んでいきます。で、教育の不平等に関してどういう研究がなされてきたかということを本当に簡単にご説明いたします。この分野では実証研究がすごくたくさん行われるわけですが、持続する不平等、パーシステントインイコリティと呼ばれるような知見があります。これどういうことかというと、産業化仮説という仮説があるんですが、基本的には社会が産業化すると親の属性、社会階層によって将来が規定されるっていうことは弱まっていくはずだっていう仮説があるわけです。これを産業化仮説と言います。なんですが、この産業化仮説っていうのをデータに当てはめて検証しようとしても、繰り返しなんかそれがうまく出ないわけですね。出ないというのは何十年経っても平等化している親の階層によって将来の学歴が左右される度合いが緩くなっているっていうことは見られないわけです。なぜか不平等が持続しているという状態が長らく観察されてきました。こういうことですね。高等教育に進学、大学に進学する人は増えたんですけれど、なぜか親の階層によって教育達成できるかどうかの不平等は縮小していないということが繰り返し確認されてきました。で、じゃあなぜなのかということを説明する一つの我々の分野の定説として FJH 仮説というのがあります。これは別に覚えていただく必要はないし、そんなに有名なものではないかと思いますが、こういう仮説が今のところ採択されているということなんですね。ある程度産業化が進んだ社会では機会の格差は一定であるっていうような仮説が繰り返し支持されています。つまり不平等は持続していて、産業化進んだら不平等はそんなに縮小しないというようなことが先行研究のデータの蓄積から言われているっていうのが我々の分野ではあります。で、問題はですね、もうなんかそれは繰り返しデータで何度も示されてきたわけですが、なんでそうなっていてどうしたらいいんだっていうことが、我々の分野で知らなきゃいけないこととして残っているわけです。で、FJH 仮説ってやつはよく考えると何を言ってるんだっていうことなんですが、産業化が進んだ社会では不平等はあんまり縮まらないっていうことを言ってるんですけど、これってなんかそういうデータが出てますよっていうことを言ってるだけで、なんかなんでそうなってるのかっていうことに一切役立たない仮説なんですね。で、これはその、数量的な分析をちょっと見たことある人とかだったらわかると思うんですが、変数の効果が一定だみたいなことを言ってるに過ぎないということで、変数ベースの説明とこういったタイプの仮説を言ったりします。で、この FJH 仮説っていうのは、なんか重要な知見ではあるんですが、なんでそうなっているのかっていうことに対しては何の役にも立たないわけですね。なんか不平等は縮まっていないということを記述しているだけで、これ説明にはなってないんじゃないかっていうことがあるわけです。で、じゃあどんな説明をすればいいんだろうかっていうことで、不平等が減ってないのは分かりましたと。で、しかし、この変数の関係を記述するだけじゃなくて、なんでそうなっているのかっていうメカニズムに沿った説明が必要なんじゃないかっていうことが、最近分析社会学と言われるような分野を中心に、メカニズムっていうものの解明が必要なんだという形で言われています。で、ちょっと複雑な雰囲気になってきてしまって申し訳ないんですが、メカニズムを説明するって何だろうかっていうことを考えてみると、
この上の図はコールマンボートと言われる社会学で、ジェームズ・コールマンという人がメカニズムということを言う上で非常によく使われる図としてあるんですが、ここで言いたいのはですね、このさっきの FJH 仮説ってやつは、社会の不平等は産業化しても縮まらないっていう話でした。で、なんでこれ説明になってないのかって考えると、そこには個人の行為っていうのが入ってないからだっていうふうに考えられるわけです。なんかその不平等がそのままですよっていう社会の記述はされているんですけれど、そこにいる個人がどういうふうに行動するかっていうことが一切説明に入ってないっていうことがあるわけです。で、これが変数ベースの説明ってやつの問題で、メカニズムを説明するっていうことは逆に言うとどういうことかっていうと、社会現象を説明するっていうのは、個人のレベルの行為っていうものを単位として、なぜそれが生じるのかっていう社会現象の説明に、ネジと歯車が必要だ。コグス&ウィールズっていうように、言ったりしますが、個人がどういうふうに行動した結果、その社会現象が起きてるんだっていうような、個人の行為を単位とした説明を与えないと、それは、メカニズムっていうものは説明されてない変数ベースの説明になっちゃってるんだ。というような話があります。さっきの FJH 仮説っていうのが、なぜそうなってるのかを説明できていないのは、個人の行為がそこの説明に入ってないからだっていうことが、言えるわけです。で、社会学における説明みたいなことをもうちょっと突っ込んで考えていくことにさせてください。これはいくつかの研究をつなぎ合わせたようなものですが、薄い説明、合理的選択理論、これ、社会学っぽくない説明として一旦理解してください。これ、経済学が典型的にあるものですが、さっきメカニズムに、個人の行為に焦点を当てた説明として図を見せたわけですが、経済学っていうのは、典型的な新古典派経済学っていうのはこういうふうに考えます。個人が客観的にリスクとかベネフィットを計算して合理的に行為をするんだっていうふうに考えるタイプの経済学っていうのは典型的な経済学の説明としてあるわけです。で、ここちょっと客観的っていうところに注目してもらうと、この客観的かどうかっていうのを判断してるのはそこのにいる人じゃないわけです。外部の観察者の目から見て、客観的なみたいなことが言えるわけですね。だから、ここから大きく何が言えるかというと、その社会にいる人にとってどうかみたいな話ではなくて、客観的なパラメータとかを代入していく作業、つまり社会的文脈っていうのがあんまり考慮されてないタイプの説明だっていうことです。経済学の説明なんかは、国が違うと違うモデルを立てなきゃいけないみたいにストレートには考えないわけですね。で、これに対してもうちょっと社会学っぽい説明っていうので、分厚い説明、これはこれに対して分厚い説明というのを考えてみましょう。個人が置かれている具体的な社会的文脈の下で、合理的に説明す、合理的に行動した結果、社会現象が起こったっていうふうに説明するタイプのものです。で、マックス・ウェーバーのプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神っていう本が有名なものがありますけれど、あれの説明って考えてもらうと、特定の文脈の下では、一見不合理に見えるものっていうのが、そこの社会に埋め込まれた個人の合理性としては理解できるようなものとして、説明がなされてるんですね。ちょっと、ややこしいですが、そこの社会の文脈に埋め込まれた人間として合理的に行為したっていう形で説明できるような説明が与えられているっていうのが、この下の、説明です。で、社会学はどちらかというと、こっちが合理性の合理的選択理論だって一般的には言われるわけですけれど、社会学が頻繁に取るような、この分厚い説明って方もよく考えると合理的な選択理論なんですね。なんですが、何が違うかっていうと、ある社会に置かれた社会的状況の下で合理的に行動したっていうようなことを考えるのが、この下のモデルだってことです。
上のモデルっていうのは、ある個人が置かれた社会的文脈みたいなものっていうのは比較的無視した形でモデルが組み立てられているということです。で、社会学の、伝統としては、主観的な合理性と言ったりしますが、そういったものを社会的文脈とのセットで、その行為者の行為が理解可能になるような形で説明するというのが社会学の、典型的な説明の方かなというふうに思います。ここで大事なのは比較ということも後から来るっていうことはありますが、ある文脈の下で理解可能な個人の行為として説明するということが社会学ではなされてきたということです。で、このこういったタイプの説明のいいことと悪いことっていうのがあります。この説明っていうのはむちゃくちゃご都合主義的になりやすいというデメリットがあります。よく考えてもらうと、この現象が生じたのはその現象が生じさせるような先行を個人が持ってたからであるとか、なんか都合よく文脈とその人の行為っていうのを、マッチポンプ的に説明しやすいっていう、ご都合主義的な説明を招きやすいっていうデメリットがあります。他方メリットとしては、ある社会現象が、こういった文脈の下では、合理的に理解できるという形で、明確にその、行為がなぜ生じたのかっていう説明を与えて、社会に関する理解を豊かにすることだっていうことが、あります。で、ここでちょっと言いたいこととしましては、既存の説明が疑わしい場合は、その社会の文脈に即したモデルへの修正っていうのはあり得るんじゃないかということです。で、具体的に僕が何をイメージしているかといいますと、欧米のモデルみたいなものがあったとして、その文脈の下で日本の行為がこういうふうに説明されるみたいな説明があったとして、社会的文脈の下での合理的な行為としてそれがちょっと怪しい場合っていうのは、もうちょっと違ったモデルの提案っていうこともありえるんじゃないかということです。で、私の著書で取った方針として、日本の文脈、社会的文脈というのを考慮した上で、教育の不平等がなぜ生じているのかっていうことに関して説明を与えるんだということがメインの目的です。で、欧米社会の現実をもとに生み出された説明っていうのはいろいろあるわけですが、それが日本の行為者の埋め込まれている社会的な文脈に照らし合わせると、不適切な部分についてはそれを一部修正するっていうことを提案したいと思います。欧米の研究を適用した場合に、これは日本の状況と明らかに違うっていうことに関して、そこを修正しようとするということです。で、ただし修正案っていうのを出して、こうに違いないみたいなことを言うだけでは誰も納得しませんので、その修正した結果っていうのが実際データによって、そういうふうに修正した方が適切だろうっていうことを確認するっていう手続きを、実証分析をやることを通じて、この説明っていうのは適切じゃないかっていうような形で議論を進めるっていうことをやりたいと思います。はい、で、次に比較っていうことを考えていきたいと思います。日本の学校に対して、教育に対して海外から の関心っていうのは非常に昔からあったわけですが、その中でも1980年代にアメリカで注目されたような日本の教育に注目が高まったっていうことがあります。この背景には高山さんがさっきおっしゃったように、ピザよりもう少し前の、IEA の調査などがあったかと思うんですが、日本が学力高いで経済発展を成し遂げたっていうようなことへの注目が成し遂げされていました。で、その中でカミングスとかローレンのこういう本っていうのは日本でも非常に読まれるっていうことがあったわけです。これらの著作は何をしているかというと、日本の学校をその背景となるような文脈を丁寧に描くことで、日本の教育現象を理解可能にするっていうことを丁寧にしているんだと思います。なんですが、ここで問題になるのは、これらの研究は日本を理解することを目的とした地域研究的なものだということです。つまり、教育社会学において、これらが
日本を丁寧に説明しているっていうことはあるんですが、これらの研究が日本を離れて何の役に立つのかということが不明確だということです。日本の理解をメインの目的としているタイプの研究だということです。で、これに対して、今度日本人がやっている日本の学歴社会を捉えた代表的な著作として、竹内洋の日本のメリトクラシーとか、刈谷武彦大衆教育社会の行方、これらの2つの本が代表的な著作として、教育社会学の学歴社会論としてあると思います。で、これらの研究っていうのは、欧米の研究がどう日本に当てはまらないのかっていうのを非常に鋭く捉えているわけです。階級による分断が欧米ほど明確ではないとか、標準化された教育内容とペーパーベースの試験が行われていること、偏差値というメディアがあることによって、自分がどこのアカデミックランキングにいるのかっていうことが目に見えて、そういったシステムがあることによって、少しでも上を目指そうという形で国民全体がまんべんなく加熱されるんだというような説明がこれら2つの著作でなされていると思います。で、こういった研究によって非常に理論的に精緻な形で誰もが教育達成に向かって努力する社会なんだっていう日本の特徴が描かれています。で、これは一つの日本の文脈をちゃんと捉えていて、しかも論理内在的に非常に優れた形で説明がなされているという極めて水準の高い研究だと思います。で、不平等という話に引きつけて考えると、ここで刈谷が言っている努力の階層差仮説っていうものが一つの日本的な不平等の生じ方としてあるわけです。これは、日本の文脈をさっき言った努力にみんながたきつけられているっていうような文脈のもとで、教育の不平等がどういうふうに生じているのかっていうことを分厚く説明することに一定程度成功しています。ただ、これでこの研究の問題点として、これは海外のオーディエンスにどうやって説明すればいいんだろうっていうことを国際発表とかしようとすると非常に難があるわけです。これはこの言われていることは非常にもっともだと思うんですが、僕なんかがその国際発表をしようとすると、どうやってここで説明されている偏差値のシステムみたいなものを1から10まで説明した上で発表をどうやってしたらいいんだろうっていうことが非常に難しいわけです。で、この刈谷とか竹内の研究というのは、ローカルでオリジナルな理論としては極めて水準の高いものですが、しかし、これはなぜか海外の人に理解できないような形にというか、理解してもらうのには非常に日本にスペシフィックな状況を説明しなきゃいけないというようなタイプの説明がよく考えるとなされているということがあります。で、これが何がいけないのか。この刈谷や竹内の試みというのが、素晴らしいというふうに言っているのに足りないというふうに思えるっていう部分っていうのはどうやったら解決したらいいのかっていうのが大きな問いになります。で、なぜ刈谷や竹内の説明が海外の人に説明しにくいのか、あるいは通じないのかということを考えてみたいと思います。ある社会の説明、ある社会でこれが起きてますよという説明に対して、日本ではこれが起きてるんだっていうような説明をしてしまっても、これは単なるオルタナティブセオリーっていうようなものになってしまうっていうことがあります。すいません。A の説明と B の説明というものがそれぞれ別の説明として併存するだけでは、これは単なる別の理論になってしまうわけです。そこで、佐藤義道さんが特殊性普遍性特殊性戦略というとある論文で説明されたことを使ってこの話をちょっと説明してみたいと思います。 A 社会と B 社会の説明が別々になされてしまうとこれは単なる異なった説明というふうになるわけです。なんですがこの問題を解決するための佐藤の提案というのは、A 社会と B 社会というもの、あるいは C 社会の説明を
共に説明できるような社会的な文脈を違いというものを上位に据えた上で A と B はこう違いますねということを説明するっていうことが必要だというふうに言っています。これはいろんな言い方があると思います。 A と B の社会の説明の対話を試みるみたいなことかもしれませんし、関連づけるということかもしれません。いずれにせよ A とか B の社会の説明をそのままのものとして出すのではなくて A と B がどう違うのかっていうことを説明可能にするような枠組みを上位に用意しないと別々の説明になってしまうということが佐藤の言ってることです。で、このための戦略として、私が本で考えたことというのは、日本と欧米の違いっていうのを、どう違うのかを説明する上位の説明というものを用意しないといけないということです。カリアラの説明は非常に体系だった、A 社会の説明として成り立っているわけで、で、B 社会の説明、これ欧米の説明というのは欧米の説明で非常にたくさんの先行研究に基づいてしっかりとされているんですが、A をぶつけただけでは B との違いというのが関連付けられていないということを踏まえて、なぜ A と B はこういうふうに違うのかっていうことを説明できるような上位の枠組みを何か用意しなきゃいけないということが問題意識としてあります。で、いくつか、なぜそうなっているのかっていうことの問題点を考えてみますと、まず、竹内や刈谷の研究では欧米というのがひとまとまりになっていて、なぜ欧米を比較対象としているのかの説明などもないっていう欠点があります。これは欧米との関係でどう違うのかが、ちゃんと関連付けられていないっていうことが指摘できるわけです。で、他方、韓国とかシンガポールを比較対象とした丁寧な比較の研究っていうのは、計量分野でいくつか、有田慎也、中村隆康先生ら の, 研究としてあるんですが、これらは日本と似たような特徴を持つ東アジアの国を比較することを通じて、日本の特徴っていうのを明らかにしようとしてるんですが、ただ、そこでも使われているのは欧米社会の理論っていうのが使われていたりするわけです。で、そのこれらの国が欧米社会との比較でどういう特徴があるのかっていうようなことに関しては、似たような国を比較しているだけでは、なかなかそこに焦点が当たっていないという問題点があります。で、日本人論に対する批判というのは非常にたくさんあるわけですが、日本の先行研究は欧米と比較すると言いつつも、何を基準にどう比較しているのかっていうことは不明確だったっていうのは、日本人論の研究として非常にたくさん多くの研究が指摘しているところです。欧米に対してなぜどういう観点から比較しているのかっていうことをはっきりさせなきゃいけないということです。他方、欧米の先行研究にも日本を見る上で不十分なところがいろいろとあります。アジアが儒教などの抽象的な要因で一括りにされがちなわけですが、これっていうのはさっきの裏返しなわけです。日本の研究も欧米というものを一括りにしがちだったわけですが、アジアっていうものを同じようなものだとして一括りにしてしまっているということが欧米でも多くの研究であります。それから私の分野では多くの研究がドイツとアメリカの違いっていうのをヨーロッパの研究では非常にたくさんの比較がなされているわけですが、後でこれは具体的に説明しますが、ドイツかアメリカかっていうような比較において、日本はじゃあどこに位置づけられるのかっていうと、その枠組みの多くの研究では日本とか韓国は例外として除外されているっていうことがあります。はい、そういった観点の問題点が欧米の研究にもあります。で、すみません。ちょっとこれを飛ばすことにさせてください。で、比較社会学の目指すところということで、洋服を作るのにセンチ弱の物差しがいるが、和服にはクジラ弱の物差しがいるというふうに中根千恵先生の有名な研究で言っていますが、そう主張してしまうと、さっき言った A 社会と B 社会
ていうものをそれぞれ別の説明を適用するみたいな形で関連付けられていない比較になっちゃうわけです。そうじゃなくて、果物という共通の尺度を持った上でリンゴとみかんというものの比較を成立させるんだということが、有名なプルツィ・ウォルスキーとかの研究で、比較の原則として言われています。これはちょっと賛否両論あるところですが、説明から固有名詞を取り除くことで社会現象を特定の国や社会の固有性に還元しない形で説明することが比較ということの本質なんだというふうに、この人たちは言っています。何を言っているかというと、日本はこうで外国はこうだみたいな話ではなくて、日本の特徴っていうものも日本特有のものとして説明するのではなくて、そこから日本という固有の名詞を必要ないような形で説明することが、社会科学にとって大事なんだというようなタイプのことを、一旦考えておきたいと思います。で、じゃあ、ここから、具体的な、自分が何を実証研究としてやったのかっていう話につながるようなことを具体的に、紹介していきたいと思います。欧米の比較研究では、大きく、さっきドイツとアメリカが、比較されているというふうに、ヨーロッパの研究ではされているというふうにお説明したんですが、この分岐型と、単線型の比較っていうのは1960年代から欧米の研究では、よく理念形として2つ の, モデルとして使われてきました。欧米の研究において分岐型と単線型の比較っていうことがなされてきたんですが、現在もドイツがこういうタイプの学校制度、アメリカが単線型の教育制度として、この2つを理念形とするような比較っていうのがなされています。で、これを教育の不平等の、比較の、パラメーターとしてこの3つの指標に置き換えると、こういう対比がドイツとアメリカに関してなされています。これは中等教育段階ということで、高校段階だと思ってください。後期中等教育の段階の話だと思ってください。どんなものをイメージしていただきたいかといいますと、ドイツは分岐型の教育制度をとっています。で、これだんだんちょっと変わってきてはいるんですが、ドイツでは10歳から12歳の間に職業学校にはっきりと分岐するということが行われます。ハウプトシューレ、ギムナジウムとかレアルシューレ、ゲザムトシューレという4つの学校に小学校4年生から6年生の間に、適性とか親との相談など三者面談などを通じてどの学校に行くかっていうことが決まって、はっきりと職業との結びつきを持ったような学校に分岐するっていうことがドイツでは起こります。それをこのパラメータは意味してまして、職業との結びつきが非常に強い、職業学校に分岐するので非常に強い、それからこれ州による違いはあるけれどいろいろと調整されていて、国家をドイツの中で、その仕組みが基本的には標準化されている。で、さらにそのどの学校に行くかによって将来が階層化される度合いというのが非常に高いということで、この高い高い高いというのが、ドイツの分類になります。で、この枠組みというのは標準化されていることもあって、生徒とか先生とかそれから企業の雇用者に広く共有されています。これに対してアメリカはどうかというと、まず高校段階では職業学校的なものっていうのがそんなに多くありません。できるだけ将来にどういうことを選べるかということの選択を遠くするというのがアメリカの理念になりますので、職業と結びつきは高校段階では弱いです。それから標準化の度合いというのはこれアメリカで非常に低いということがあって、どんなことかというと、その学区ごとにお金もいくらかかるかとか、どれだけの税金が使われているかみたいなことも学区ごとに違いますし、学校がどんなふうになっているかということすら学区ごとにすごく違うということがあります。ですので、
アメリカはこういう感じですよっていうことが非常に言いにくいような教育システムがアメリカで成立しているということです。アメリカの高校ってどうだとか、ここの高校とここの高校のどっちがいいみたいなことっていうのは比較する基準がそもそも曖昧だということです。で、ですので、制度的に将来に向かって高校段階で階層化されるみたいなことが学校間で起こる度合いは低いということはあります。ですので、ドイツの明確な分岐というのは高校、高というふうになるのに対して、アメリカは低い、低い、低いという形で、対照的な制度をとっているということです。アメリカは単線型で、学校の中でコースをいろいろとっていけるというような形になっています。で、この枠組みにおいて日本がどういうふうに分類されているかというと、こうなっています。職業的特殊性、職業と結びつきは弱い。で、標準化は国内ですごくされている。で、階層化は、低いというふうに分類されています。で、ここで注目したいのは、ここの低いという、階層化が低いという部分です。日本では、高校ではドイツのように生徒を職業と結びつきのある異なった学校類型に分離しないって言われたら、それはその通りです。職業化がありますが、あれは、なんて言うんですかね、コースが違うだけで同じ学校類型なわけです。職業学校ではなくて、専門家学科が あるだけということです。ですので、すいません、説明がちょっと前後しましたが、職業との結びつきは弱い、標準化の度合いは高い、で階層化は、序列構造はあるんだけれど、ドイツ的な階層化という観点からすると、そんなふうにはなっていないので、日本は低いというふうにミラーラの研究では見なされています。で、これに対して違和感があるわけです。日本の高校っていうのは入試によってすごく階層化されているんじゃないかっていうような違和感があるわけですが、この枠組みに従うとこれが低いとなるところに少し違和感が生じるわけです。で、これはそのなんとなくの感覚的な話だけじゃなくて、先行研究上もそういうことがあるわけです。日本の高校間の序列構造っていうのははっきりしていて、それっていうのはさっき竹内の研究などでも言及しましたが、偏差値っていうものを通じて生徒はみんな知っているというような形で各地域で高い低いがあるわけです。で、これっていうのは学校側だけじゃなくて雇用主の側にも認識されているということで、社会で広く共有された認識として日本の高校間には序列構造があるということがあります。で、しかも教育社会学の先行研究に従いますと、高校の就職っていうのが、高校卒業した後に自由にみんなが就職先を探すみたいなことではなくて、学校経由の就職といわれる特殊な仕組みがあります。どういうものかというと、これは今おられる本田先生なんかが批判されているところはありますが、どれぐらいそれが成立していたかはともかく、高校の成績によって、どこの企業に斡旋するのか、1人1社しか応募ができなくて、高校のランクと成績によって、就職が自分で就職を選ぶんじゃなくて、学校を通じて、成績などを通じて学校からしかアプライできないというような制度的な仕組みが、存在しました。ですので、さっき言った高校間の序列、およびその中での学力的なヒエラルキーっていうのは、就職の仕組みとしても現実的な制度的に階層化を生じさせるような仕組みとして、存在するわけです。で、ミラーラの著作でも、ここを、ミラーラの研究グループに、日本の石田博士先生が入っていますが、やっぱり、そこは指摘しているわけですね。こんな形です。職業的アウトカムが学歴によって違うっていう一般的なことだけじゃなくて、同じ教育段階内、これ高校のことを指しています。同じ高校の中でも、
今回のスキームでは測定されていないようなタイプ、これ職業化と普通化のことを指していますが、でそれだけじゃなくてクオリティの差異という言葉をはっきり言っています。このクオリティって何を言ってるかというと、偏差値的な序列です。でこれによって、ミュラーらの枠組みでは階層化されてないことになってるけど、階層化されているところが本当はあって、しかも現実にデータとしても出ているっていうことを石田先生ははっきり書いています。で、再び何が言いたいかということに戻ると、さっきここは低いというふうになっていたわけですが、いろいろとその実態を踏まえると職業的特殊性は低い、標準化が高い、これは問題ないんですが、日本の先行研究に照らし合わせても実態に照らし合わせてもここが高いっていうのが実態じゃないかっていうふうに思うわけです。で、それっていうのはまあいくつか理屈上もここは大事な部分で、もともとドイツみたいなものを想像するからこことここが連動して動いてるわけですね。階層化されるっていうのはどんな教育制度かっていうと、職業学校に分岐するような教育制度が階層化するんだっていう頭がまあ欧米的にはあったわけです。でそれが実態にもかなってたわけですね。なんですが、それだったらこことここが2個あっても意味ない、この指標は独立してないじゃんというツッコミが実際に欧米の研究者からもなされています。そこでここをボケーショナルスペシフィシティという指標と階層化というのをそれぞれ独立したものとして日本がここは低いけどこっちは高い、職業と結びつかないのに階層化が生じるような文脈として日本を位置づけるっていうことは、この指標のポテンシャルを生かす上でも非常に意味があることなわけです。本来はあり得るようなパターンであるにもかかわらず、日本のような対象がなかったことによって、視野に入っていなかったものっていうのを位置づける可能性っていうのが示せるわけです。で、ここが高いっていうのは、日本の先行研究に従っても疑似職業資格化という言葉で、表現されてたものを非常にうまく表現できるようなことになりますので、日本の先行研究からしても、これは理屈上も正当化できるということがあります。そういうようなことを考えて、まあ、ここを高いってできるんじゃないかという修正の提案を本書ではしようとしました。で、ちょっとまあデータの部分はかなり端折ることになりますが、ちょっとここからまあ、データのでどんなふうに見たかということを簡単に紹介させてください。まずちょっと理論パートも端折るんですが、カリアの仮説というのが理論的に欧米の先行研究とどういうふうに位置づけられるのかということについての検討を行いました。で、さっきのシャビットらの指標と整合的に違いを説明できるんだという形で、まあ、整理しました。で、ここから導き出された文脈が正しいとしたら、データでは何が観察されるはずなのかっていう仮説を立てて、それを検証するという手続きに入りたいと思います。で、欧米で広く用いられている OECD のピザデータを使って、その仮説を検証していきます。で、最終的には、カリアらの努力の不平等仮説から、日本という固有名詞を消し去った説明をするということを目標にします。で、実証分析の仮説として、さっき階層化が高いっていうような位置づけをしましたんで、それが本当に高いと言っていいかどうかっていうのをまず検討します。で、次に、高い低いという分類に日本を位置づけたわけですが、それに整合するような行為者の意識が確認できるかどうかっていうことを、検討します。具体的にはドイツでは職業学校に分岐しますんで、生徒は学校がどこかによって職業期待も進学期待、将来のどこまで進学するかということもすごく強く決まってしまいます。それに対してアメリカではどこの学校に行くか、どこのトラックに行くかっていうことが、そもそも文脈として標準化されていないので、あんまり職業のイメージとか進学のイメージに影響を及ぼさないということが考えられます。
それに対して日本では、どこの学校に行くかが職業との結びつきが弱いので、職業イメージはあんまり規定しないけれど、将来どこまで進学するかということに関しては、ランクによって明確に規定されるというような仮説を立てて、検討していきます。で、一つ目の検証課題として、生徒が学校間で階層化される度合いが他国と比較して、階層化校と位置づけていいんかどうかということを他の国と比較します。で、これまで日本の高校入試っていうのが激しい受験競争があるっていうことは海外でも言われてきたんですけど、ピザのようなデータがない限り、そもそも日本では高校の社会階層とそれから学力のデータっていうものがそもそも全然なかったっていうことがあって、客観的な形で欧米に高校のランキングみたいなものがあるんだっていうことを示せていなかったっていうこともここの背景にはあるかと思われています、思われます。で、ちょっと見てもらうと大変かと思うんですが、22カ国を先行研究に基づいて4つのモデルをまず見ます。見るというのはこういうふうに分類されています。ドイツに代表されるような、先ほど言ったような職業教育が明確な国の類型では、ちょっと今これ僕はちょっとこの上が見えないんですが、職業学校に行ってる人の割合っていうのは4割以上あるわけですね。高校1年生の15歳の段階で40% ぐらいが職業学校に分離されているという特徴がこのドイツ型では見られます。で、2つ目のアメリカに代表される自由主義モデルでは、単線型の学校に分岐しない、職業学校に分岐しないシステムですので、職業学校に全然行ってないということがあります。それから選抜が、ドイツみたいな国と比べて、あと遅いということが、確認できます。で、次にフランスなどの国では、これはちょっと本研究であんまり触れませんけれど、留年が非常に頻繁に起こるということが、あります。4割ぐらいがフランスなんかだと留年しているということがわかります。で、この4つがフランスの研究で先行研究としてあるわけですが、これに対して日本の特徴っていうのは、ドイツみたいに職業学校に分岐してもう戻ってこれないみたいなことはありません。で、選抜は比較的遅いみたいなことがあるわけですが、どの類型とも一致しないような特徴を示していて、これを受験競争モデルとして日本、韓国、他の研究では台湾も同じように出ることは分かっていますが、こういう形で位置づけてちょっと違うかどうかということを検討してみたいと思います。で、その分析の結果がこれです。で、これちょっと統計的な方法を使って、15歳の段階で社会階層が学力に与える影響っていうのを、学校の間と学校の中での階層差っていう2つの軸に分解したものだと思ってください。で、さっき説明したドイツはここになりますが、ドイツっていうのは職業学校に10歳で分岐していますので、学校の間の階層差が非常に大きい。で、逆にもうそういう形で分岐していますので、その中での学力の階層差というのは相対的に小さいという分類にこの辺の国は入ります。で、これに対して分岐が16歳までそもそも起こらないような北欧諸国では学校の間の階層差というのは、これは福祉制度の影響もあって非常に小さく抑えられています。なんですが、分岐しないということはどういうことかというと、同じ学校の中での階層差はそこそこあるということで、北欧はこのパターンになります。で、アメリカはこれは分岐しないんですが、地域差などがあって標準化されていないことによって、学校の中にも学校の間にもあるというような形で、これは横は地域差を表している部分があるかと思うんですが、アメリカなどのパターンは全部ここに入っています。で、ここで何が言いたいかと言いますと、ここに入っている国というのは、日本と
韓国を除くと、フランスがこれ、ちょっと、まあ、留年という変数を入れるとここに入ってくるというのがあるんですが、まあ、それは置いておいて、ドイツと同じ仲間になるような分岐型の国と日本と韓国だけがここの中に入っています。で、これどういうことかというと、ドイツみたいに職業学校に分岐するという形で明確な学校間の階層差が生じるようなタイプでないにもかかわらず、日本とか韓国っていうのは、高校入試による学力選抜によって学校間の階層差が非常に大きくなっている社会として、まあ、客観的にも位置づけられるというパターンになっているということです。で、これは欧米の研究者が見ると、理屈だけで言うとこんなふうには生じないだろうと普通思ってるわけです。いくら選抜があるとか言ったって、それだけ明確に学校間で階層化されるような制度っていうのが欧米の人にはなかなか想像できないようなことが、まあ、先行研究でもデータがそもそもなかったことでこんなふうになっているとはあまり思われてなかったということがあります。で、ちょっと時間がなくなってきましたが、中等教育段階において日本ほど学力と SES の関連が学校間格差に変換されているっていうのは分岐型モデルじゃない国としては他にないことが分かりました。で、まあ、だからここでの特徴としてはドイツのように異なった目的を持った学校類型に分かれるわけではないにもかかわらず学校単位に階層化される度合いが極めて大きいっていうのが日本の特徴として言えるということが分かりました。ということで、まあ、その分析課題1の仮説は支持されたということで、日本は分岐型の国と同様に階層化こうと位置づけてもいいんじゃないかということが言えます。で、2点目の検討課題なんですが、こんなふうになっていても、本当にこの特徴にあったような行為者の意識が形成されているのかということをやや間接的な形ですが確認するというのが検証課題の2です。具体的にどういうふうに確認するかというと生徒の意識進学イメージと職業イメージというのはどう規定されているのかというのを考えたいと思います。先行研究では例えばこういう表現があります。竹内先生にも同じような表現がありますがどの就職先が望ましいかが初めにあってそれをめぐる競争が起きているのではなくむしろ競争がまず存在しその中で勝ち取るのが難しい就職先を望ましい就職先とみなすといった望ましさと難しさの逆転した状況が生まれている。ちょっと抽象的になりますが偏差値のようなもので高校の間がランク付けられていてで普通に考えるとその将来なりたいものに従って学校を選択するっていうことはあるわけですが偏差値的なものが目の前にあることによって将来の職業希望が蒸発するという表現を竹内先生は使われていますが少しでも高いところに行くこと自体が目的で職業希望みたいなものを抱いて進学するわけじゃないっていうのが日本の特徴として刈谷武内が言ってきたことです。でこれっていうのは職業とのつながりがないにもかかわらず階層化しているっていう日本の特徴とも合致する部分があるわけです。で、それを実際に学校のトラックっていうものに分類してそんなことが生じているかどうかっていうのをちょっと見たいと思います。で、ドイツに関しては職業学校とかの類型を4つに分けています。でアメリカはどの数学のコースを取るのかっていうことがアメリカのトラッキングだっていうことで説明されてきましたんでどの数学のコースを取ってるかっていうのを難しいものが一番下になるように並べています。で日本は職業科および普通科 CBA という形で普通科の点数が高いものを下に並ぶような形にしています。で、そんなふうに分類すると、まあ、下のものの方が学力高いという形で、ドイツ、アメリカは並んでいるんですが、まず日本に関しては、これはちょっと本筋とはそれるんですが、そもそも職業科の学力っていうのは、普通科の、下位のものよりも平均的に高いっていうことが確認されて、このねじれっていうのがあるんですけど、まあ、本筋じゃないので、まあ、本の方では議論していますが、ちょっと省略します。で、親の
出身階層の数値みたいなものも、下に行くほど高くなっていて、まあ、どこの国にもどのトラックに入るには、いいトラックに入るには階層差があるっていうことが分かります。で、職業規模ですが、あ、そうか、教育規模を削っちゃった。まあ、専門職っていうのが一番いいとすると、ドイツっていうのは職業学校に明確に職業資格と結びついた学校に明確に分岐するわけですから、一番強く学校トラックによって職業の希望が明確に分岐しています。それに対してアメリカは確かに分岐はあるんですが、そもそも一番下のコースを取ってても自分はいい仕事に就けるというふうに、いいっていうのはまあかっこつきですが思っていることが、このハウプトシューレだと40点 の, 職業のまあ偏差値的なもの、社会経済的な地位的なものの数字が、ハウプトシューレ、ドイツの職業学校だと低いんですが、アメリカの場合、下のものでもかなり高い点数になっていて、まあ、将来何にでもなれるというふうに相対的にアメリカでは思っていることが分かります。で、日本はどうかというと、ここの、まあ、確かに専門職の差というのは大きいんですが、事務になりたいという人がかなり多いことが分かります。で、これ実態としては、おそらくサラリーマンになりたいみたいなものを取ってると思われますし、これをちょっと違う基準で大きい会社とかにすると、多少差があるんじゃないかとは思われるんですが、ここでまあ、いろいろ多変量解析をしてみて分かることというのは、日本では、このトラックによって将来の進学期待というのはものすごく強く規定されているんですが、職業の期待っていうのを規定されている度合いは相対的にドイツと比べてかなり弱いということが分かります。ということで、ドイツはどのトラックにいるかが将来の進学や職業についてのイメージを明確に規定する。アメリカでは、将来に対する学校の意味っていうのは不明確なので、所属するトラックが生徒の進学や職業のイメージをあまり規定しません。日本については、高校間序列についての情報が広く共有されているので、どのトラックにいるかが進学期待と強く結びついています。しかし、学校は職業資格やスキルとは弱い結びつきしか持たないので、将来の具体的な職業イメージにはあまりつながっていないことが確認できます。ということで、まあ、その大きく言うと、ミラーラの指標に対する修正提案に即した結果が見られたという結論に至ります。で、まあ、その最後、このミラーとミラーの3つの指標というのを、まあ、理論との関わりで考えると、ドイツはこの位置にあって、職業と教育システムの結びつきが、はっきりしているというのは、教育システムの自立性が弱いということですので、ドイツでは職業との結びつきに従って階層化されるような制度の下での説明がここで行われやすい。これに対してアメリカは、自立性は高いけれど一元的に階層化されていないような文脈での不平等というのが説明されやすい。これに対して、自立性は高いけれど一元的な階層性というのも高いようなシステムとしてカリアラの説明というのが位置づけられるというのが、まあ本書の、まあ結論になります。で、ここで重要なのは内容まで理解してもらわなくても大丈夫かと思うんですが、カリアラの説明というのが、国じゃなくてカリアラの説明というものを理論的に位置づけるということをやったということです。で、欧米では分岐型と単線型の二項対立が前提とされて、ここかここかということになっていましたが、そうじゃない軸というので、説明が新たに追加できるというようなことを、まあ、議論したことに、本書の、それをやった日本がどうだっていうことにとどまらない意味があるというふうに主張したいと思います。で、まあ、その結論として、まあ、一つは、この努力の階層差というのは生じるのは日本だけではなくて、職業との結びつきは弱いが、
教育システム内で一元的に階層化されるような文脈では注目しなきゃいけないような不平等の生成の説明なんだっていうことを、主張しています。で、どういう時に使えるかって考えると、欧米でも職業学校比率は減少していて、まあ、大学に進学するような形に、どの国も欧米、ヨーロッパも、多くの国が向かっていますが、しかしデータで観察されることとして単線型に近くなっていっているにもかかわらず、全体として不平等は欧米でも減少されてしていないわけです。で、その、ドイツのような国が不平等だっていうような説明だけでは、そのシステムを変えたら平等になるはずだってなるんですけれど、単線型に変えてもその中で競争を通じて不平等が維持されるっていうような説明っていうのは、一種の努力の不平等みたいなものが塾を通じて生じているみたいなことっていうのも、一種の今ヨーロッパなどで起きていることとして、説明のロジックとして役立つ部分があるんじゃないかというようなことを考えます。で、これ逆に言うと、日本の職業学校に行くかどうかというのには、先ほど日本の職業高校は、普通科の下位のところよりも学力は高いけれど、でも実は出身階層は低い人たちが行っているということがあったんですが、こういう部分っていうのは日本の偏差値によって振り分けられているっていうことでは説明できないような職業との結びつきの階層化の話を示していて、これは欧米の議論が役立つ部分があります。あるいは、高校で総合学科が増えていって、どのコースを取るのかっていうことの選択肢が相対的には増えてきているんですが、そのどれを選択してもいいよっていう時に生じる階層差っていうのは、アメリカのトラッキングの研究などが参考になる部分っていうのは非常にあるわけです。こういった形で、どの説明が日本に当てはまるかみたいなことではなくて、それぞれの国でどういう時にどういう不平等が生じるのかっていう説明として、カリアラの説明を役立てるような余地というのを検討したというのは、固有名詞を除くということの、一つの目標でした。で、もう一つの話として、もう先ほどご説明した通りですが、分岐型か単線型かっていう二項対立が欧米の研究で焦点だったわけですが、実はフランスの位置づけっていうのはそこから外れるものとして検討されていました。で、フランスの場合はそのグランゼコールに行けるかどうかみたいなことで、学力に基づいて、偏差値の高い低いに近いような普通科の中でのランクみたいなものが、あったわけですが、しかし、フランスはそれでも、定位の学力の人たちには職業リセで資格を取得するみたいなことを通じて、なんていうか、学力に応じた階層化だけではなくて、職業との結びつきも一定程度あるっていうようなフランスの、文脈があったわけです。これに対して日本では職業とは結びつきは弱いけれど、学力を通じて明確に階層化されていくっていうようなモデルケースとして、日本を欧米の先行研究に対して位置づけることで、教育の不平等生成という現象に対する理解を、その欧米の人にも役立つ形で深めることができるんじゃないかというようなことを主張しています。で、すいません、もう時間ですが、最後のところに行きます。東アジアということをどう位置づけるかということを最後に少し考えます。軽量分析による比較っていうのは最近は非常に多く行われていて、特に2000年代に入って私が使ったような OECD のピサデータのような質の高いデータの二次分析が行えるようになっています。で、そうすると30とか40の国を対象にGDP が高いほど不平等が大きいだろうかみたいなことを検証するマルチレベル分析の30カ国比較みたいなことが結構簡単にできるようになってきました。で、本研究の話で言うと、例えば、さっき紹介したような教育の不平等に対して、国ごとの職業教育割合が大きいとか、教育システムの階層化が強いほど不平等が大きいってことが言われてきたわけです。で、こういうふうにマルチレベルで検証するっていうのは、社会科学の比較の手続きとしては、一般論としては妥当なものだと言えます。
実際にこの仮説を立ててデータで検証しましょうという手続きにのっとってるわけですから、まあ、あの正しい手続きなわけです。なんですが、こういったタイプの何十カ国比較のマルチレベル分析などで見過ごされるものは何かっていうことをちょっと考えてみたいと思います。先行研究は、欧米の現実をもとに職業学校への文化とか選抜年齢のみで階層化を定義していました。そうすると、そこで見過ごされていたものとして、日本のように同じ普通科の中で受験競争を通じて階層化されるみたいなケースっていうのは例外として、そのタイプの研究で日本とか韓国が外されていたっていうことが先行研究で何度もありました。で、定量的な観点からも何十カ国比較のマルチレベル分析みたいなものにもいくつか問題点があり得るわけです。例えば上位レベルの国、結局何十万ケース、各国何千人で何十カ国で何十万人というようなデータがあったとしても、国の違いを見ている部分っていうのは結局30ぐらいしかないわけですね。国っていうのはそこに入っているのは30とか、まあ大きくても50ぐらいです。そうすると、そこに回帰分析をご存知の方はわかると思うんですが、その国の間にマルチレベルで投入できる GDP みたいなものっていうのは、せいぜい1個や2個や3個ぐらいまでしか入れられないという限界があります。つまり、GDP でも教育システムの階層化でもいいですが、それが他の条件を一定にしても本当にそれが影響を及ぼしているのかっていうことを検討できる余地っていうのは、ちょっと考えてもらうと30人に対して何個も変数を投入した回帰分析ってできないわけですね。だから、それを確かに検証することは重要なんですが、国が少ないっていうことは、マルチレベル分析で入れられる変数が少ないっていうことがあります。これ、政治学なんかでスモール N 問題と言われています。それから、国レベルの変数が有意だっていうようなことになった場合、これ、我々統計的に有意だっていうのは、母集団に対してもその知見が当てはまりますよっていうことを意味するんですが、じゃあ、国の母集団って何だっていうと、その世界だとか言うわけですけれど、それはなんかその、なんていうんですかね、国民、なんていう、ネーションステートが単位なのかどうかとか、なんかそういう議論をしだすと、その国の母集団って何なのか、何に対して母集団にはゼロじゃないみたいなことを言ってるのかっていうことは、実は曖昧です。それから、ここにアフリカの国をたくさん入れたとすると、結果が変わるみたいなことがあることからも分かるように、どの国を入れるのかによって、結構すぐに結果が変わるっていうようなことがあります。ですので、こういう手続きっていうのは社会科学的に非常に正しいものですが、そのモデルによって、メカニズムまで正しさが検証されているとは限らない、いくつかの限界もあり得て、違うモデルの提起っていうことの可能性っていうのは結構あり得るということを言っておきたいと思います。で、まあ、ちょっと簡単に喋りますが、定量分析っていうのは割とモデルを立ててそれがデータに当てはまるかどうかっていうのを演繹的に検証する枠組みであることが多いです。で、刈谷先生の言っていることっていうのはちょっとここで言っている意味ではないんですが、エセ演繹型思考としてこの最近の本で説明されていることとして、実態にそぐわなくても欧米を元にしたモデルを日本に当てはめてテストしようとすることをエセ演繹型思考というふうに刈谷先生は呼んでいますが、定量的な研究というのはモデルを演繹的に検証することには向いているんですが、実態にそぐわない、明らかにそぐわないようなものを欧米の研究のモデルをそのまま持ってきてマルチレベル分析をするっていうことは、さっきのマルチレベル分析の限界から考えても一定の限界があるっていうことにはちょっと注意する必要があります。で、ここでアジアということがやっと入ってくるわけですが、定量研究者として、なんていうんですかね、日本だけを分析して、こんな結果でしたというような形で、なんて言うんでしょう。さっきのマルチレベルみたいなものっていうのは確かに限界があるんですが、他方で定量研究者として、やはり機能と演繹を両方
どちらにも開かれたような議論をしていくっていうことが一種の誠実さでもあるわけですんで、日本はこうですよという形で、ぶつけるだけではなくて、テストされるようなモデルっていうのを提示していかなきゃいけないっていうのは、やはり計量研究者としてはあります。で、比較研究を社会科学として位置づけるならば、個別社会に対する知見の提示を通じて、その社会を超える説明にどう貢献するのかっていうことを意識すべきということはあるわけです。で、重要視したいこととして、欧米の先行研究にそのまま当てはめるだけではダメだみたいなことを言ってきたわけですが、同時にですね、やっぱり欧米の研究っていうものを軽く見るっていうことは同じぐらい誤っているわけです。特に欧米の研究っていうのは、少なくともヨーロッパの間の比較、それからアメリカと北欧の間の比較みたいなものに耐えてきたデータをもとに構築されている理論だっていうことを忘れてはいけないと思われます。で、そういうことを考えてみると、欧米と日本は違うからという形で、簡単にそれを棄却していいようなものではないということも同時に強く考えておく必要があるというふうに思います。で、じゃあ、それでどうしたらいいかということで、少し東アジアという話が入ってくるというふうに思っていまして、どういうふうに言ったらいいですかね。日本と欧米の比較みたいなものに、日本と比較的に共通点を持つような東アジアの国を入れるっていうことは、欧米中心主義を相対化するだけじゃなくて、同時に日本とか東アジア的特徴みたいなものをそう簡単には主張できないという形で、一種の枷をはめることにもつながるわけです。やはり欧米に対して日本はこうだという形で言ってしまうことの危険性っていうのも考えた場合に、日本と東アジアを比較するみたいなことを通じて、その日本の特徴っていうものはどう位置づけられるのかを東アジア内でも見ていくみたいなことをする必要があるんじゃないかというふうに思われます。ですので、さっき の欧米の間で欧米の議論というのは、それなりに検証され続けてきたようなものだっていう話をしましたが、これが日本的だとか東アジア的だっていうことを議論するにあたって、同じように東アジア内でテストするっていうことも、また我々にとって重要なんじゃないかっていう形で、ちょっとその、欧米とは違った形で東アジアを位置づけるっていうことがあり得るんじゃないかというふうに思っています。で、東アジア社会観にももちろん大きな違いっていうのが山ほどあるわけですが、その欧米だって同じだっていうことは全然ないわけですんで、これは分散分析みたいな考え方と近いものですが、東アジア内の違いというものが欧米社会と比べた時の社会観の違いと比べて相対的に小さいなら、相対的にはこれは東アジアに共通する特徴だっていうようなことが議論できるわけです。ですので、その日本的な特徴みたいなものを言ってるわけですが、東アジアの比較っていうのを通じてもう一回欧米と比較を考えてみるっていうことは、重要なんじゃないかっていうようなことを、思っています。欧米圏の枠組みにそぐわない実態というのが、あるとすると、その実態を発信することっていうのは当該分野における、欧米の人にとっても意味があるはずです。欧米の研究の認識的カテゴリーのパラメータを変えるっていうことは非常に難しいっていうことが一方であるわけですが、研究発信のためには東アジア社会と欧米社会の双方を捉えられるようなフレームワークを上位に用意して、その下で比較をするっていうようなことが長期的にはいいのかなと思われます。もう少し短期的には東アジアの比較をしてみて、東アジアではどうなんだろうということを単純に見てみるっていうことも研究の1ステップではあると思います。で、その自分が計量研究者だということを考えると、これはデータによる実証という枷を課していた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。最後に、私の今後の研究課題としましては、これを
欧米の人にも読まれるような形で研究発信しないといけないみたいなことが課題です。それから2点目に、これが教育、社会学だっていうところに着目すると、教育だけの話じゃなくて、労働と教育の結びつきによって制度を捉えるっていうことを実は本書ではしてきたわけです。階層化が高いとか低いとかっていうのは、将来の職業に対する階層化が高いっていうことを同時に意味しています。つまり、教育だけの話じゃなくて、教育と労働の結びつきのパターンを見ていたわけです。で、これっていうのは、福祉とか家族領域ともつながっているはずですんで、その中で教育がどう埋め込まれているのか、いるのかっていうことを、丁寧に考えるっていうことは、教育社会学であるっていうことと結びついているところがあると思います。で、具体的にはですね、ジェンダーとか職業資格に注目して、日本の専門学校を見てみるみたいなことを今して、いる次第です。ちょっと文脈が違う状況の中で、職業資格っていうのはどういうも、意味を持つのか、それがジェンダーによってどう違うのかっていうことを考えていくことで、日本の特徴とかドイツの特徴ではなくて、なんかそれを、もう少し多元化するような見方をしていくっていうことを目指しています。最後に、それから、影の教育、これシャドウエディケーションと言いますが、塾など、表の学校じゃないようなものを総称して影の教育と言いますが、これに対して、一部のアメリカの人たちの比較の研究の枠組みで言うと、学校化、社会が学校化していくっていうことが起こると、シャドウエディケーションっていうのが、広く日本とかに先鋭的に生じていた現象だけど、それが他の国にも普及していって、波及していって、シャドウエディケーションっていうのが今は世界中で広まっているというようなことが言われているんですが、ちょっとそれに対して抱く違和感としては、いろんな国でシャドウエディケーションというのは確かに使われているんですけれど、でも文脈が全然違って、東アジアで加熱しているみたいなこととはちょっと違った文脈が欧米にはあるんじゃないかみたいなことを考えていたりします。で、新制度学派に従うと、日本みたいな国が先鋭的にそういう現象が起きているけれど、それっていうのは、他の社会でも同じように生じていくんだっていうような話なんですが、そういうその単線的な、国がこういうふうに変化していくというような枠組みではなくて、ちょっとやっぱり総合的に文化なども含めて、そこの文脈でどういうふうになるかっていうことをもうちょっとセンシティブに見ていける余地というのが、シャドウエディケーションって東アジアの研究なんかにあるんじゃないかということで、これは具体的に日本、韓国、台湾を比較したような研究が先行研究にあったりしますんで、ちょっとそういったところに注目した研究を今少ししているということがあります。では、ちょっと長くて多岐にわたるものでしたけれど、ありがとうございました。これで一旦報告は終わります。